布ノ天神社は、東京都調布市調布川丘一丁目に鎮座する神社である。式内社。旧社各は豪社。天神社。この神社は、布ノ五宿の総鎮守であり五宿天神の別名がある。創建年代は不明。社殿ではおよそ1940年前の水人天皇の御世の創建とされる。平安時代初頭の延長5年に編纂された。 演技式新名町の武蔵国玉郡に記述がある、式内古社である。元の社殿は、現在の沼田五丁目にあったが、文明年間に玉川が大反乱を起こしたことを、きっかけとし、文明9年に現在地に潜在し、菅原道真公を行使した。室町時代の天正18年年4月に、豊臣秀吉が小田原の北条を攻略する際に人々を安堵させる。 ために出した大公の生卒が神社所蔵として残る。かつての社殿地には古典神公園と名付けられた公園が整備されている。この旧社地は昭和55年の発掘調査によって約1万年前の旧石器時代や約4から5000年前の縄文時代の生活アート、約1500年前の墓などが発見された。布田古宿の村々は明治22年に 日田旧村、植え旧村と合併して、調布町となり、調布町総鎮守となった。当初は、すくなびこなの神を祭神としていたが、一転時に、菅原道真公を行詞。演儀式に、布、多天神社の名があることから、菅原道真公を祀る以前から天神社と、呼ばれている神社の一つである。すくなびこなの神を主祭神とする神社が、天神社と呼ばれる例は各地にある。 毎月第2日曜日に開催。20から30ほどの点数が出る。ありがとうございます。